エバーツ級護衛駆逐艦は第二次世界大戦の勃発によりアメリカで建造されアメリカ海軍及びイギリス海軍により運用された護衛駆逐艦の艦級。指揮方式、配置から GMT 型とも称される。なお、ネームシップの艦名はミロバーネル・エバーツに由来する。アメリカ海軍の護衛駆逐艦の原型として1943年から運用が開始され。 最終的に97隻が建造されて、うち32隻がイギリス海軍に譲渡された。太平洋戦線及び大西洋戦線で主に戦団護衛や、紹戒任務に従事したが、より大型で高速の派生型が多数建造されていたことから、大戦を生き残った艦も1947年までに全艦が除籍された。1939年の第二次世界。 対戦勃発直後より、連合国軍の対戦護衛部隊と、ドイツ海軍 u ボーとの間に、大西洋の戦いが展開された。イギリス海軍では、1938年度から1939年度で、第一次世界大戦世代の V-W9 駆逐艦に、レーダーや単身技、対戦兵器などを搭載して、護衛艦とスルウェア回収を発動するとともに、 39年度計画では、心臓により半途急駆逐艦の整備に着手しており、いわゆる護衛駆逐艦の行使をなすものとなった。しかし、第二次大戦壁闘の戦闘で少なからぬ、護衛艦が失われるとともに、フランスの出艦によって、フランス大西洋岸に U ボート基地が設営され、潜水艦脅威は非常に深刻なものとなっていた。これに対応して、まず九百四十年、 駆逐艦基地協定に基づき、アメリカからイギリスカナダ海軍に対して、第一次大戦世代駆逐艦50隻の対応が行われた。続いて、より包括的なものとして1941年3月に成立したレンドリースポーに基づき、イギリスはアメリカに対して、新型の戦団後栄養駆逐艦の発注を行った。一方、アメリカにおいても、 1940年6月、フランクリン・ルーズベルト大統領は、フランク・ノックス海軍長官に対して、排水量750トンから900トンの2種の護衛駆逐艦建造案の検討を指示した。海軍省幹線局の第一案は、同年8月24日に完成し、排水量775トンであったが、1620トンのベンソン級駆逐艦とほぼ同じ程度の建造費を、 要したことから海軍最高会議の承認を得られなかった。その後、1941年2月の時点では、大西洋西部での戦団護衛を任務とする護衛艦の設計が行われていた。当初、これは基準1125トン、上気タービン式38口径5インチ砲を二門搭載の計画であったが、要求を満たしていないとして、5月には、 この建造は中止された。しかし、同年6月、レンドリースポーに基づき、イギリスから護衛艦100隻の建造、引き渡し要請が行われると、この設計が見直されることになった。当時、抜群の造船艦として知られた、艦船局の国乱大佐が大英中であり、イギリス海軍の支援の下ハント級等も参考に、ベンソン級の 約半分の建造費で済む1085トン型護衛駆逐艦の設計を完成した。7月に海軍とギブスコックス社が設計したイギリス向け護衛駆逐艦の案は手法を変更した以外はこれらの設計を踏襲したものであった。8月15日、ルーズベルト大統領は BDE の建造を承認し、これにより建造されたのが本級である。 本級の設計はイギリスの要望を強く反映したものとはいえ、基本的にはアメリカ海軍の駆逐艦を簡素化する形で進められており、戦型も米海軍駆逐艦で多用された平ら板型とされた。また、先行する英海軍のフラワー級コルベットが捕鯨船など民間船をモデルとしていたのに対し、駆逐艦の簡易版という性格から、 本級を含む護衛駆逐艦はいずれも軍艦構造を採用している。当初の設計案では艦隊駆逐艦と同様の蒸気タービン主機関の採用が計画されていたものの、歯車減速機の歯切り能力不足のために護衛駆逐艦への供給が間に合わないことが判明し、これを使用しないディーゼルエレクトリック方式に変更された。またディーゼルエンジンについても潜水艦、 揚陸艦への供給が優先されたことから、当初計画の半数のみ装備する、要計画変更し、速力は24ノットから21ノットへと妥協された。この結果、手記構成としては、4機のゼネラルモーターズ車製に、ストローク V 型16気筒ディーゼルエンジンが、それぞれ直結された GM8 から268発電機を駆動して発電するものとされている。 推進軸は2軸、それぞれに2機の電動機が串型に装備されている。主に供給上の問題により、手法としては、最初期計画の38口径5インチ法に変えて、50口径3インチ感謝法が用いられており、監視乾板と全部乾板室上に背負い式に1機ずつ、また、完備乾板にも1機と計算機を備えている。また、 広角基銃としては、当初は、大戦初期の米海軍で、標準的だった 28mm4 連装基銃を1機、後部上部構造物上に備えていたが、後には、新しい標準となった 40mm 連装基銃に、換装された。射撃式装置としては、主砲位反が、環境上に、また副砲位反が広角基銃座の前方に、設置されており、 当初は三ンチ砲用の主砲違反がマーク51、2 8ト、mm、ル機銃用の副砲違反がマーク44とされることが多かったが、後に主砲違反については即居レーダーを備えたマーク52にまた機銃が4 0ト、mm、ル口径に変更されるのに伴って副砲違反もマーク51に換装された。対戦兵器としては5看板に 片原式爆雷投射機を片原2機ずつの計4機完備に爆雷投下機場2乗を設置した。また、後には警報が倍に増備されるとともに監視官班の三ン地方座の間にヘッジホックマーク重対戦迫撃砲が追加装備された。これは旋回機構を持たない最初期の対戦前投げ兵器であるが非常に優れた対戦火力であった。 1941年度計画で50隻、それ以後の計画で55隻が発注された。当初、41年度計画艦は、全艦がイギリス向けの艦とされていたが、新珠湾攻撃などに伴って、同年にアメリカが第二次世界大戦に参戦したことから、護衛艦,艦艇の不足が指摘され、実際には41年度計画艦から6隻、 それ以後の計画から26隻の計32隻が引き渡されるに止まった。また1944年に8隻が建造中止となり、アメリカ海軍向けに竣工したのは65隻であった。ありがとうございます。